私の演奏方法についていろいろ説明していこうかなと思ってます。そういうふうに説明が必要な場合が結構あるかもしれないので、じゃあまず小道具について説明します。小道具その1、このスライドバーというかボトルネックというか瓶の、実際これワインの瓶を切ったものなんですけど、少しこう切り口に丸みがついてますよね。ちょっと不揃いだったりもしますかね。まあこれは自作で自分で作ったものです。昔放浪した時期がありまして、冬場は森の中にテント張ってしのいだんですけど、その時にまあその期間に作った感じですかね。そのワインの瓶がちょうど落ちていたわけじゃなかったので、酒屋に行って買って、選んで買って飲んで開けて、それを切りました。確か灰色のやつとか、なんか青い水色っていうか、そういうやつもあって、そういう色の方がかっこいいなとは思ったんですけどね。まあ結局はより熱そうな雰囲気のやつを選んで、まあ昔ながらのこのビー玉色というか、この深い緑の色の、結構これはこれで一番愛着があるといえば愛着ある色なんだと思いますんで、後悔はしてないです。このサイズなんですけど、これは私はロバート・ジョンソンの奏法を主に追っておりまして、それで彼の演奏を実際見た人たちの証言を、確かジョニー・シャインズかは、ロバートはボトルとナイフを使っていて、ボトルはガラスで短めのものだったと言っていたというのを読んだことがありまして、実際私も彼の奏法を真似ようとして作ったボトルはこれよりさらに短い、3センチちょっとぐらいのものを作ったことありますし、その証言は信用できると思ってます。私のボトルはちょうどぴったり、この平らな面が4センチで、この切った時にちょっとこう切り方がうまくなかったせいで、ちょっとこう膨れてまして、それが片側が2ミリ、片側が3ミリぐらいの膨れになってますけど、これはこれでこう悪くないと思ってます、まあとにかくテントの中であんまりお金も使えないんで、100均やホームセンターで買ったヤスリ、細いヤスリとか紙ヤスリも買って、ひたすら印つけた印をこうゴシ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 ノコギリみたいに切ってって、まあバカなやり方なんでしょうけど、それで
切るのに何日もかかって、それから磨くのにもずっとヤスリをいくつも潰して、それで何ヶ月か、3ヶ月もかからなかったけど、3ヶ月一冬の間にようやく完成させたという感じですけどね。これはあの楽器屋に行くと、なんかロバート・ジョンソンモデルみたいなのが売って、当時も売ってまして、それはなんかこう長い全弦同時に弾けるぐらいの長いくって、太さや重さはもう十分はこれぐらいあるものが売ってますけど、あんなに長い必要は全くないと思いますね。とにかく3本の弦が十分弾けたら、それ以上も弾いてる場面っていうのは一切ありませんからね。4本ギリギリ通って5本は無理っていうぐらいの、それがまあ4センチという長さになりますけど、もう一セット作る機会があったら数ミリ長くするかもしれないですけど、まあとにかくこれ自体にこんだけ使い続けても、まあ、一切不満はない。あの既製品だとちょっと軽すぎたり、あとまあ硬質で硬くて悪いってことはないんですけど、まあ自分で作ったせいでそんなにピカピカに磨けなかった部分もあって、そういうなんていうかな、あんまり音がものすごくでかいいいわけでもないような、このマイナス面も意外となんていうか自然な音作りに一役買ってる可能性もあるなととも思っています。まあとにかく気に入ったから弾きしてるっていうのもありますしね、まあ、そんな感じで、この私はこういう感じでこういうものを選びました。まあそんなこんなです。